いや、ちょっと、ね、やっぱちょっと動かないとさ、ダメだよ、やっぱり。やっぱそうっすかね、うん、まずは行動とかないと。まずは行動か。どんな感じで動いたらいいんですか。あの、ヒラメはそれか。ヒラメは1匹釣りましたよ。ヒラメは釣りました。ちっちゃいやつですけどね。でも昨日はちょっとね、ダメでした。昨日ダメですか。土曜日もう一回リベンジ。昨日は平正さん。平正さん。平正か藁坂。あれ昨日じゃなかったの？しのぶ姉さんじゃなかったの？確かに。おかずをちょっとしないといけないじゃないですか。そうそうそう、だからいや昨日だから海おかずだったんですよ、ね。そうですね。昨日昨日は女性いた？昨日いなかったです。いなかったか。昨日もちょっとね、あの攻めが足んなかったかもしれないです。そうか、やっぱ動かないとダメだよ。動かないとダメですね、うん、ちょっといろいろ動いた方がいい、うん、どうしたらいいんですかね。いや、だからまずはとにかく好きになることから始めない。好きになることまず人を好きになることから始めて、恋に落ちてあとは行動するだけなんだけど、どうやったらいいですかね。アキラ、俺が出番ですよ。オッケーなんじゃないよ。こうやってやればいいんだよ。相当近い。考えるんじゃなくて。考えるんじゃなくて、動いてから考える。考えてから動くんではなくて、動いてから考える。で、動くことによってアイデアが生まれます。